おはようございます。もう時間はですね、だいぶ遅いです。もう3時です、今日はどこに向かいますか？キャンプ場です。はい、結構いい感じのところを見つけましてですね、ちょっと久しぶりにキャンプしてお肉焼きたいなと思いまして、ただいま向かっております。場所は兵庫県ですね、西脇市っていうところの方に向かってますね、日本のへそ。あ、そうそう、日本のへそ、そうそう、もらったところらへん、そのあたりですね、日本のほんまど真ん中、なんかよくいろいろあるみたいなんよね。そう、どこからどこまでの真ん中、そうそうそう、本当の真ん中ですね何をもって本当そう、ちょっとわからんけど、あ、この、ね、多分円形としては違うと思うんだよ、円となるとね、この日本のこの列島のこの縦長の真ん中っていう感じだと思います。まあ、あの時間の、ね、まあ標準自主線赤市通ってるけど、その上にはね、そうね、135度のとこですよね、日本のへそのところは確かありましたよね。あった、はい、まあそこのオートキャンプ場に行こうと思いますんで、安全運転で行ってみましょう。そうです、はい。やばいやん、すごいじゃん、なあ、え、すごい、お財布いらんかったやん。いざ行こう。このね、サイトの中に電源と水道がついてて3000円らしい。いかんせんね、向かいのサイトの区画の紅葉が綺麗すぎる。はい、準備できました、デジキャンですね、デジタルキャンプですね。キャンプといえば何ですか？肉。せっかくね、今日はキャンプ来たから、たまにはね、ちゃんといいお肉でちゃんと料理したいなということでございましてですね。いや、ないの。ちゃんとって言っても簡単なやつ、はい、あ、じゃあ早速やりますか？やりましょう。ステーキと煮込み的なやつがあるんやけど、まあ、時間かかる煮込みからかるうちにやっときますか？やっときますか？仕込んどきますか？仕込みますか、はい、仕込みはめっちゃ地味ですから、あ、いいですよ、とっても何にもなりません。スペシャリストの人に直接ね、伝授してもらったんよ、あ、なるほど、そう、レシピがあるってことですね。そう、レシピがあって、沢木舞さんって方はご存知ですよね。はい、わ、はい、かります、もちろん。ラムバサダーの。ラムバサダー、はい、わかります。言いにくまあね、ワインとか料理のスペシャリストなんですが、直接教えてもらったので、まあ、レシピがあるからね、レシピ見ながら、なるほど、やっていくと、プラス教えてもらったコツをね、実行していきたいなと、いうことですね。僕はもうひたすら見守る係と。逆にあの、言うからやってもらってもいいです。ああ、まあまあ、それでもいいですか？僕はやった方がいいですか？どっちでもいいですよ。動画的にはどうなんでしょうかね。ポンコツでもできるということが伝わると思う。まあ、わかった。じゃあ、俺がやろうか。あ、そうしようか。じゃあ、おまきさんに指示出してもらおうかな。そうしましょうか。指示と撮影係。はい。これ動画的に俺がやるってな。映えねえ。じゃあ、まず仕込みするから、野菜とかを切りましょうね。はい。
それも僕切るんですか。はい、するっていう。わかりました。じゃあやりましょう。やってやろうじゃないの。お手洗いね。うん。いいね、各サイトに水あるって。やっぱりこれね、差し入れでいただいたお米、せっかくやからね、うん、こういうとこでしかなかなか使われへんから、そう、洗わなあかんやつ。これ2号か。2号、1号ですかな。はい、じゃあまずはこの赤玉ねぎくんと赤パプリカくんを千切りにしてください。簡単に言うの。1個でいいんかな。1個でいいけど、2個とも使う。うん、置いとっても使わんような気がするから、たっぷり入れてもいい。わかりました。当て的な感じで、うん、ちょっと多めに作ってもいいもんね。うん、野菜多くても別にいいし、うん、大丈夫ですか。玉ねぎの切り方はなんかわかりますか。手は切ってはいけませんよ。わかりません。それは僕にはわかりません。わ、いい匂いするわ。もう、うん、玉ねぎの、玉ねぎのね。あんまりさ、こういうフレッシュな匂いをさ、うん、車中泊してると書かないじゃないですか。そうね、丸々の野菜を買うってことがないからね。身、うん、向いてない、大丈夫。わからん、身も言っとるな。パリって言ってるけど、身も言っとる、入ってる。いや、身言ってた、言ってた、言ってた。音が身言ってたもん。2ミリぐらい身言ってた。ゴリラでもできる、うん、っていうところ。そうね、僕は見せてありますわ。うん、まあね、お家があればね、お家でね、うん、やってくるっていうのが一番楽やと思う。仕込みだけね、うん、なるほど、切るだけ、ね、間違いない。キャンプってそういうのもね、うん、いいよね、うん、家でちゃんとやって、なんかあのもう焼くだけ煮るだけみたいに、ね、ジップロックとか入れてね、うん、これはどう切ればいいんですか。千切りです。千切りって何ですか。ただ半分切ってる、ね、とりあえず半分切りましょう、はい、半分切って、うん、このね、芯のところをね、あ、なんかちょっとん、芯のところ、硬いところをを切り落としてください。こういう感じ。そういう感じでいいですよ。そういう感じでいいんですか、うん、いいですよ。なるほど、はい、大丈夫ですか。ここもうちょっと硬いですよ。なるほど、その白いところが硬い。千切ったらわからんのかな。もう、まあ、まあまあまあ、もしかしたらわからんかもしれんけど、うん、ここ置いてもいいですか。まあ別にいいですよ。独特なところに置きますね。邪魔ないよね。まあね、まな板がね、大きくないからさ、お家でやった方が絶対やりやすい。まあね、許してあげよう。で、千切りです。こう、あ、なんか最後まで切らへんのか。いや違う、最後まで切るよ。ここは最後まで切る。うん、細く、あ、みじん切りじゃないから細く切るんや。あ、それだけでいいか、うん、そっかそっか。こういうこと。まあそういうことですね。これぐらいでいいの。いいですよ。切れへんね。こっち見られても。もう大きかったらあの食感が残ってるっていう感じにすればいいよ、うん、これさ、これ全部やったらどえらいことになれへん。結構入れてもなんか入れ物欲しいね。あ、あれに入れましょうか。はい、お、今回はね、なんだこれは、こういうものがございまして、なんだこれは、ビタクラフトのクッカーセット、アウトドアクッカーセットで、うん、これを開けると、お、フライパン、お、出てきたと、うん、こういうちっちゃい入れ物が、むっちゃいいやん。そう、これが3個と、4つ目はこうメモリがあって、あ、いいね、測れるやつ、いいね、とチビ鍋と、これすげえな。そう、ステンレスですね、オールステンレスですね、とこのでっかい鍋が、うわ、めっちゃいい、と、あと、はい、まあ、蓋と、こういうね、レードルお玉みたいなんで、こいつがこう伸びるやつ。これさ、長いしさ、でかいしさ、めっちゃ邪魔なんやけど、こうね、めっちゃ便利。もうこれだけでもなんかもういいね、いい、はい。これが全部入ってるセットのやつをいただきまして、なるほど、こちら、あの、はい、なんと、はい、IH も、はい、カセットコンロ、ガスも、焚き火も、はい、炭火も、これはいいですね。今日はこれを使って、いいね。どれを使うんですか。今日は煮込みはでかいやつ使いますか。煮込みはでかいやつを使います、うんうんうん、じゃあもう一個はフライパンかな。そうね、はい、でこのちっこいのに切ったやつを入れていきたい、うん、あ、そうしましょうか。あ、わかりました。これがね、そう、出来上がりました。はい、はい、でパプリカを千切りにしてください。千切り、洗っておいたんで、はい、これどう、これはこう手で、まあ、手で取れるんやったら取ってもいいよ。あ、これ無理なんだね。どうすんのこれ、どう切るの。え、どう切んの。まあ、まず半分に切りましょうか。分かりやすく言うとね、そっちじゃない。こう、そう、これでいいの。うん、
こう、まあまあ分かりやすく言うとそうですね。こうです。おお、はい、はい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 。で、で、うん、種はいらんよね。そう、種とか綿とヘタを取ってください。何て？種、うん、綿、ヘタを取ってください。綿ってどれ？綿っていうのはここら辺の、そう、このモフモフしたとこですね。こう切ったらいい。あ、それでもいいですよ。あ、いい感じですね。あ、いい感じなんですか、はい、え、どう切る？あ、もう半分に切ってもいいですよ。こう、うん、こう、うん、どういうこと？ヘタのとこが硬いからね。あ、なるほど。こう向きにして、うんうん、こう切ったら、え、あ、そうそうそう、こう、そう、あ、まあまあ、とりあえずヘタだけ取っても段のとこだけね。あ、そうですね。ここは切ってもっていい？あ、切ってもっていいですよ。こういう感じで。あ、そうですね。こんなんでいいんですか？あ、まあいいよいいよ。で、あとその白いところを取ってね。こうですか？そうですよ。あ、ピーマンってこんなめんどくさいんだね。まあまあめんどくさめの方ですね。こんな感じ？はい。で、あとは種をゴミのところでポンポンって。種なんかある？ついてるやろ。ついてない。あ、こういう感じ ね、 ううね。あ、なるほど。おるから、ほいほい、こういうところにもつくからね。あ、これをね、うん、こういう感じでいいんですか？いいですよ。慣れないことはしたらダメだね。こういう感じですか？そういう感じですね。あとは種を取ってください。種？うん。どこに種あるの？ついてない？うん、いないいない。はい、はい。で、千切り。千切り、こ、縦に千切り。 こうですか？そういうことです。細く。こういうこと？うん、こういうこと？うん、そうです、そうです。あ、もうそれぐらいでいいよ。これぐらいでいい、うん、こんな感じで。はい、はい、まあ、こういう感じですね。はい。じゃあ生ハムを。これですか？はい。これまた全部使うんですか？これも。まあ、全部使ってもいいし、何本か置いといておつまみにしてもいいし。ああ、そうですね。何個ぐらい使うんですか？半分ぐらい。半分、5枚あるんですよ。あ、じゃあ 2枚か3枚か。細切り。細切り、細切りとは何でしょうかね。細く切るんや。ああ、もう破れるんですけど、3枚にしとこうか。そうね。これをですね、細切りです。一気にいっていいんですか？いいですよ。1枚ずつの方がいいですか？いや、そのまんま一気にいってもいいよ。いいですか？何ですか？はい、うん、こんな見かけ大丈夫ですか？僕やっていいですか？まあまあいいんじゃない。別に大丈夫ですか？うん、はい、はい。で、ニンニクを一かけ。何やねん、一かけってどうやって開けんねん。破っていいんかな。いいですよ。一かけってことはこのここやんな。このワンポイントやんね。ワンポイント。1個だけ取って、はい、剥いてください。剥く。おお、ちょっと目が悪くて分かりづらいね。どうか。いや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 、ちょっともう暗いんよ。まだそんな見えへんほど暗くないや。その硬いところ切ようとしたら剥きやすいと思うよ。どこ？これ？そうそうそう、根元の。おお、どこまで剥いたか分からへんくなったな。そんなことは。透明みたいなったらいいんか。皮が剥ければいいですよ。これどこまでが皮かな。まあ、ちょっと玉ねぎに近いかな、感覚的にはね。あ、うーわ、手がニンニクだ。ニンニクだから。あ、この白くなってるとこを剥けばいいのかな。そういうことですね。あ、こういうことかな。わかりましたか。ちょっともうね、噛んでいってるんでちょっと残りつつあるかもしれんけどね。噛ん。あ、いけるいける。見せてください。はい、あ、大丈夫ですね。大丈夫ですか。剥けてますね。あ、よかったよかった。これを粗く刻んでください。はい、粗く、適当でいいってことやな、ほ、うんなら。チップ的な感じ？刻むんだ。刻むのか？うん。ちょっとでかいね。ちょっとでかいね。子供のおままごとしてるみたいな。うん、どうよ。まあまあ、いいでしょう。はい。これはあれな、ん、チューブじゃダメだったの？うん。チューブと刻むのとは全然違うよ。チューブはもうペーストみたいになってるからね。まあ、これで仕込み的なのは終わりですね。なるほど、はい。はい。じゃあ鍋を準備してください。はい。オリーブオイルをひいて、ニンニクと生ハムを入れます。はい。はいはい、で、入れたのが今これですね。うん。オリーブオイルも入れたもんな。入れた。ジャックやったっけ？ジャック、弱火。で、これは、普通の鍋よりも熱伝導率がいいらしくて、すぐあったかくなるって。ほら、もうジューって言ってるやろ。重いやね。焦げるかもしれん。なんか生ハムが、うまみの素、うん、出汁代わりになる。へ、うわ、むっちゃいい匂い。たんまら腹減ってきた。いい匂いしてきた。はい、ほんなら、うん、千切りにしたパプリカと赤玉ねぎを入れ。はい、これですね。うん、はい、すごい玉ねぎ。
しんなりするまで炒めるなんやけど、はい、うん、これさ、うん、玉ねぎ飴色になるまで炒めるとかあるやんか、ね、強火にして早くしようと思ったら焦げるやん、うん、はい、でも弱火やったらめっちゃめんどくさい、時間かかるやんか、うんうん、ちょっと水を入れてください。ほ、ちょっとだけや、どれぐらい、まあ、そこにたまるぐらい、こんなもんかな、はい、で蓋をしてください。はい、はい、で、はい、蒸し焼き、なるほど、蒸し煮みたいにする、ちょっと待つ感じですか、うん、じゃあしばし待ちます。はい、これはなんかエチュベっていうらしい、フランス料理の用語、ちゃんとこういうやり方があるんやね、うん、なって時間短縮できるって、すごい、5分の1ぐらいになるって言ってたよ。最高やん。だってこれ見とかなあかんしね、そう、うん、じゃあその間にこちらを洗ってきてもらいましょうか。僕はですか、はい、めんどくせえ。ではその間に赤ワインを100cc 測ってください。今回は、はい、こちらですね、ピーター・レーマンの赤、赤、これ普通に飲む用のやつなんやけど、はい、今回はこれを贅沢に使います。そしてね、残ったら飲もうかなと。そうね、ちょうど測るやつあったよね。そう、それメモリついてる。 100cc ですね、うん、うわ、マジで贅沢やな、うん、えい、うわ、いい匂い、あ、めっちゃいいワインの匂いするね。どうでしょうか、開けてみましょうか、うん、ほう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 、しんなりしてる、うん、まだでもシャキシャキしてるね。ちょっと水入れすぎたかな。まあ別に大丈夫。そうやね、量が多かったな、うん、もうちょっとやね、もうちょい、うん、はい、はい、ちょっと見てみますか。はい、ぼちぼち、うん、あ、どうですか、だいぶいい感じ、いい感じやね。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、透明になってきてるね、うん、じゃあ、うん、トマト缶の中身を汁ごと入れ、これね、トマト缶、うん、パックのやつがね、あるらしくて、ほうほう、教えてもらった時はね、パックやってん。ああ、そうなの、パックの方が捨てやすいやん。確かに、これは缶でいいんかな、缶、これを一気に、はい、一気にいいんですか、入れちゃってください、一気に、はい、全部、ああ、はい、うん、で混ぜたら、うん、コンソメ、ほうほう、ちっちゃいパックのやつ一袋って言ってたから、多分 5g ぐらいでいいと思うよね。水って 5g とかカップ入れてね、うん、はい、で、あとケチャップ大さじ1、ストップ入れてね、はい、ストップ、あと蜂蜜、おお、ケチャップと蜂蜜で、うん、トマトの酸味が緩和される、和らぐんやって。へえ、これはどれぐらいですか、適当。まあちょっと入れてみて、まあ、とりあえずそんなもん、ね、そんなもんかな。あと赤ワインを、あ、ここで、はい、豆乳でよろしいですか、入れてください、全部、はい、でちょっと混ぜてアルコールを飛ばす。でもめっちゃいい匂いするね、さっきのね、伸びるお玉、いいわこれ、これこうやって止めれるのいいね、ほんまやね、うん、これね、うん、すごい便利。これで、はい、まあ、ちょっと味見してもらって、酸っぱかった蜂蜜足してもらってもいいし、なるほど、自分らで食べるかそのまま味見してもらって、どう？ちょっとまだアルコールが飛んでない感もある。あ、もうちょいね。酸っぱくはない？もうちょっとでもあるかな、うん、ケチャップとか足してもいいよ。確かにちょっと、もうちょっとだけ蜂蜜入れてもいいかもね、うん、ちょっと入れてみる？はい、思いのほか味しっかり出てるな、うん、こんなもんかな。はい、でタイムを乗せ、蓋をして15分ほど煮る。タイムがちょっとね、売ってなかったから、まあ、このままいきますか、まあ、はい、このまんま蓋、じゃあ15分ね、じゃあ蓋します。はい、はい、15分、じゃあ煮てる間にお肉を焼きたいんやけど、あ、やりましょう。今回はこの、はい、鉄板を使います。ええー、やん、これも板クラフトさんです。すごい、でこれも火もいけるし、うん、IH もいけるやつ。マジで鉄板ってさ、火じゃないとあかんと思うやんか。 IH でもいける、すごいじゃないですか。でちゃんとね、こういうサイズのあったさ、収納袋があるよね、はいはい、ちょっと多分別売りなんだけど、うんうんうん、でもう一個このね、あ、ミニ、そう、ミニバージョンもあって、あ、いいやん。このミニバージョンはこういうね、うん、こうやね、あ、そうね、こうやって持ち運べる、うん、こいつ名前がちょっとあるんやろうけど、はい、うんうんうん、アウトドア初心者には難しい持ち運べるやつがあるけど、はいはい、でこれも専用の袋があって、うん、こいつね、こいつ入れる用の、はい、ポケットがさ、ついてる、はいはいはい、これね、ここの部分ね、うん、これねめっちゃ良くない、うん、すごい、だいたいこういうアウトドア用のやつってさ、箱から出したら入れるもんがなくてさ、入れるもんを買わなあかんかったりするやんか、
でもさ、ぴったりサイズのものなんかなかなかないし、確かに、これやっても一緒に入れとってもカタカタならへんし、どっちかが傷つくこともないしね、うん、めっちゃいいなと思って。いや、いいね、確かに。で、ちっちゃいから2人やったら積んでっても別に邪魔にならへん、これ積んでこ、ね、積んでこ、ね、うん、キャンプに持ってこいや。鉄板あるだけでアウトドアっぽくなる。確かに、これいいね、うん、で、今日はお肉がちょっとでかいから、はい、こっちのね、でかい方でいくんですね。これを使いましょう。なるほど。オージーラム。うわーい。ラムチョップでございます。では、はい、どうぞ。あ、僕がやるんですね。はい。はい、じゃあ加熱します。はい。これはもう熱伝導率がいいから、めっちゃすぐ熱くなる。え、あれは？オリーブオイル。オリーブですね。ほんまね、なんかあのこういう挟むやつでね。トング的なことですか？行きたいとこでしたけど。うん、じゃあ塩コショウしてください。はい。じゃあその塩コショウした麺を下向きに鉄板に、はい、もういいですか？煙出てきたら鉄板温まってるから、はい、よし、じゃあ置きますよ、はい、全部4本とも置いていいんですね、はい、逆ですよ。こう？違うよ。あ、こうね。そうですよ、今説明したの聞いてました。はい、じゃあ裏面にも塩コショウ。はい、ラムってさ、はい、ジンギスカンしかさあんまり馴染みなくない？ないです。ラムチョップとか初めて食べる。初めてやろ、うん、鶏とかさ豚ってさしっかり焼かんと危ないやんか。ラムってさ、うん、よくわからんくらい。わからん。羊やからね。うん、馴染みがあんまりないやんか。牛は表面だけど、うん、ラムってよくわからんからしっかり焼いて食べてるやんか。表面だけ開けてたらいいんやって。そうなの、うん、だからこういうのでも骨のギリギリまでしっかり火取ってへんしてもいいって。なるほどね。めっちゃやりやすいっていうか。すごいね、うん、あ、そうなんやっていう、ね、扱いやすいっていい感じになるよね、うん、そうね。裏返してもいいよ。もう大丈夫。あの焼け目がついてたらどう？めっちゃいい感じかもしれない。くっついてたら押せばいいんやって、うん、もうちょっと焼いてもいいかもしれない。無理に佐賀さんとくっついてるとこギュッギュッて押したら、うん、こっちはいけるわ。真ん中の方がいいね。いい感じ。押したら、うん、綺麗に取れるって話聞いてた。はい、ギュッギュッてしたね。押すんやで、上から。あ、押すってこと？そう、押す。こう押すんかな。上から。なるほど。したら、取れるんやって。なるほどね、うん、うわ、めっちゃいい感じに焼けてる。そうね、入れ替えた方がいいかな、うん、うわ、めっちゃいい匂い。たまんないっす。いいんじゃない？いい感じ。なるほど。おお。火を止めますか、うん、で、うん、これこのまんま食べてもいいし、うん、一緒に煮込んでもいい。まあ、水どうしたらいいの？だから2本一緒に煮込んで、2本はそのまんま食べる。そうしよう。うん、でこれをいいんですか、うん、はい。へえ、そんな入れると肉のうまみも、うん、いや、なんかすごい美味しそうやもん。 OK。火止めていいかな？あ、いいですよ。じゃあこれを、うわ、見えてる？湯気。すごいね。さっきの伸びるデイドル君で、はい、あ、デイドル君で、じゃあ思ったより難しくなかったやろ？いや、シンプル。一気入れるだけやし、うん、焼くだけやし。ほら、うまそうや。じゃあ、はい、これも乗っけて。あ、これも乗っけるんですね、うん、これで完成です、はい。どうでしたか、作ってみて。え、めっちゃ簡単。最初のあの千切りとか自分とかはね、もうあれやから、その味付けとかさ、ね、特に別にないし、うんうん、さっきまいさんがおっしゃってたのは、ああ、レシピ本とかでめっちゃ細かいことを、うん、いかにもそれが重要みたいに書いてあるやんか、うんうん、はいはいはい、だいたいどうでもいいことなんやって。だいたいどうでもいいこと。なんか突き詰めた人の声ですね、うんうん、あと調味料とかって要は好みもあるから。まあ確かにね、確かにね。じゃあ食べてみてください、はい、ラムのバスク風煮込み。おお、なんかバスク風とは。バスクっていうのはスペイン、うん、でトマトとかパプリカを使った煮込みだそうです、はい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 、せっかくなんであったかいうちに食べてください、はい、じゃあいただきます。
そう、まずねこの肉からいくね、うん、そうね、いただきます、うん、どう、めっちゃ柔らかいんだよ、なんか硬いんかなっていうイメージあるよね、やっぱりどうしても塩コショウだけやのに、うん、まあまあええ感じ味、それ後から乗せたやつやんね、うん、一緒にちょっと煮込んでたやつも食べてみて、はい、ちょっとこっち、あ、野菜ね、はい、生ハムと、どう、あのケチャップと蜂蜜の効果は、あ、結構いい感じね、甘さが、あの、ね、生ハムのねベーコンっぽい感じの、あ、いい感じに生ハムがね、だし代わりって言ってたもんね、うん、いただきます、はい、どう、さらに柔らかいっす、あ、一緒に煮込んだ方がいい、うん、柔らかい、あ、そうなんや、わ、これ美味しい、なんか火通ったら通るほど硬いんかなと思ったけど、うん、違うんや、米欲しい炊いてきたらいいよ、じゃあとりあえず乾杯しましょうか、はい、乾杯、あ、美味しい、いただきます、うん、むっちゃ柔らかくない、うまやろ、うん、トマト苦手なんやけど、うん、全然大丈夫、あ、いけるよね、うん、ちょっと煮込んでる方食べてみるな、うん、うん、どうよ、うまい、味付けとかもそんなさ、うん、凝ったことしてないけど、めっちゃいい感じじゃない、うん、味なんてほぼほぼコンソメぐらいやん、なんかちゃんと入れたってなったら、うん、ラムってこんな美味しいってぐらいうまい、ラムチョップってさ食べんもんね、食べへん、そもそもラムをさあんま食べへんやん、確かに臭みが一切ないから、うん、オージーラムすげえ、うん、入れてもらえ、そのままドバッてやってくれ、では続いてお肉をいきましょう、はいはい、超デカビッグなお肉でございます、オージービーフですね、オージー、それ部位分かりますか、いやちょっとごめんなさい分かんないですね、なんていうのこれ、リベーヨ、いえ、リブステーキってこと、まあ、リブロースなんやけど、うんうん、オージービーフでは呼び方がキューブロールっていうそうです、はい、へこれは田中圭さん、アウトドアのね、はい、レジェンドのね、はい、に美味しいお肉の焼き方を教えていただいたんで、それを伝授します、はい、あ、僕が焼くんですか、そうです、わかりました、まず、はい、それね、はい、ずっとね出してたと思うんやけど、うんうん、出してた出してた、常温に戻しとくんやって、焼く前に冷えた状態で焼いちゃうと焼きムラができるからって、だからお家でにお肉焼く時も、うん、2,30 分前に冷蔵庫から出して常温に戻しとく、なるほどね、あ、それでか、今邪魔やなと思って、うんじゃあまず開けてください、はい、でドリップがね汁が出てると思うんだけど、はいね、液体がね、はい、そいつを拭いてください、拭く、はい、キッチンペーパーでです、めっちゃでかいよこれ、だって500もあるからね、うん、まあ、ドリップは取るもんなんですね、はい、めっちゃ、おー、でかい、すごいです、こういう感じですか、そうね、しっかり拭いてください、はい、肉ですね、はい、はい、次のポイント、はい、鉄板を熱々にする、熱々でいいんですか、はい、でその間にお肉に塩コショウをしてください、はい、500g やから 5g ぐらいは振らなあかんのよね、 1% っていうのね、うん、塩はね、では鉄板にオリーブオイルを引いてください、はい、オリーブさんでいいんですね、はい、で塩コショウも焼く直前がいいんやって、うん、なんか最初にしとくと馴染みそうなもんやけど、うんうん、焼く直前がいいっておっしゃってました、じゃああれや、細くやっとった方がよかったんじゃん、ギリギリまで、その直前の具合はではこの塩コショウした麺を下にして置いてください、はい、手でいっていいですか、いいですよ、でかい、でかっ、バリー音で、反対側、はい、今のっけた方にも塩コショウしてください、はい、なるほど、はい、めっちゃいい匂いする、やばいな、はい、はい、でお肉焼く時の鉄則、はい、1回しか裏返さない、マジで、はい、え、もう次ひっくり返されへんってことやろ、そうよ、ともうちょっとじわじわ焼いた方がいいんじゃないどういうこと、分からへんけど、でひっくり返すタイミングは、うん、さっきドリップ吹いたやんか、出てきとった汁ね、はいはい、吹いたんやけど、うん、表面にじわじわ汗かくみたいにドリップがまた出てくるんやって、へ、あ、ここら辺ちょっと出てるかな、うん、それがひっくり返すタイミングやって、なるほど、え、一回、え、焼肉とかもそうなんかな、じゃあ、そうですよ、お肉は基本1回しか裏返しません、マジっすか、僕何回も、もう何回も、落ち着きがたいからね、すぐひっくり返しちゃうんだよね、ケンさんに怒られちゃうよ知らんかった今まで人生で、あ、確かにちょっと光的なものが見えてきたかもしれない、見えてきた、ちょっとね、うん、少しまだ、でもまだまだまだね、はい、やっぱもうね厚切り、うんうん、なんかキャンプっぽくていいよね、いや、そうね、
あんま買ったことないわ。普段薄いのしか買わんやん。キャンプの時ぐらいはね。いや厚切りのいいお肉をね。そうですよ。だいぶ出てきたよね。ね、ぼちぼちかな。もういいんかな。ひっくり返しますか。いきますか。もう二度とひっくり返せないですけど、大丈夫。そうです。じゃあひっくり返します。はい。柱から。重たくてさ。うお。めっちゃいい感じやん。でですよ、ここからどれだけ焼くかで肉のね硬さが決まるわけですよね。なるほど。ありますよね。ありますね。ウェルダムとかね、レアとかね、ああミディアムとか、レアかミディアムレアがおすすめやって、うん、ケンヤさん的にはね。でこうしてのここ触ってその硬さがレアなんやって、うん、で中指に変えて、でミディアムレア、で薬指でミディアム、で小指でウェルダ。確かに硬くなっていくやろ。硬くなっていく。いや面白い。だから手とかトングとか、まあ、お箸とかでプニプニして比べて自分の好きな硬さに、まあ、ミディアムレアぐらいぐらいがいいかな。あまだ全然柔らかいよ。そうね、うん、あまだ全然柔らかい、ま、はいはい、面白い。手でそんなんできるんですね。うん、ケンさんに教えてもらった。わ、かりやすいよね、その目安があると。めっちゃわかりやすい、ね。だから見た目でとかさ、うんうん、普通にただプニプニしてもさ、わ、うんうん、からんやん。慣れてへんだったら。それがね。すごいね。うん、どうですか、うん、今でレアぐらい。今でレア、あれ場所によりけりやな。あ、真ん中の方は火が通ってる。そうね。ここら辺はもうミディアムレアぐらいいってるわ。もういいかも。もういい、うん、じゃあ、これで揚げて切るかと思いきや。あれ違うの。違うの。何何、アルミホイルで包みます。え、結構重たいですよね。そうだね、この鉢じゃ500あるからね。あ、やばい、切れる。あー、もうそのまんま、オッケーオッケー。包むんです。そういうことね。包んで、うん、寝かせる。余熱で寝かせます。アルミホイルやから熱がね、はい、はいはいはい、伝導しますからね。そういうことです。でちょっと火が入って、うん、旨味を閉じ込める効果があるんやって。やったことねえ、こんなね、うん、焼いたらもうすぐ食べるやん。食べますよ、もう。まあ、どれぐらい寝かせるかというと、うん、焼いた時間ぐらい。そんなに、うん、なんやって。まあまあやん、うん、じゃあ10分ぐらい、うん、初めて知ったやつね。でせっかくなんで、じゃあさっきのね、そうね、イタレーマン、ワインを、あれ入れ物いただきましょう。はい、お肉といえばね、やっぱりね、あ、可愛いんですよね。じゃあいただきましょうか。はい、ワイングラスがないけど、はい、全く見えないですね。何飲んでるか分からんけど、はい、あのピーターレーマンを入れました、はい、どうでしょうか。いただきます。あ、めっちゃ飲みやすいわ。ほんま、苦味が少ないから、うん、ちょっと甘みが多いかも。おお、うん、ちょっと飲ませて。はい、うん、うわ、すごい、めっちゃブドウの香りが。お肉と一緒はいい。まあ確かにね、そうやね。開けまーす、はい、うわー、でも全然、あ、見た目はめちゃくちゃ美味しそう。まあこういう感じで、はい、さっきさ剥がれるって言ってたやんか、うんうんうん、ここが外れるんよね、こう。あー、なるほどね。そうで、うん、こっち側とこう、ほら、うわ、ほんまやわ、取れて、うん、でこれとこれとで味がちょっと違うんやって。こっちはサシ入った感じ、はい、でこっちが赤身の肉肉しい感じなんやって。なるほど、めっちゃうまそうね。うん、あ、ええ感じやな、よだれ出てきた。でこっちは肉肉しい赤身の方ね、はい。うわー、美味しそう。めっちゃ、これは何ですか。いい感じに。あとは食べやすいようにね、はい、一口大に切るだけです、はい、最高じゃないですか、ね、いい感じやね、うん、こんな厚切りのお肉な、食べたことないわ。まあないよね、うん、キャンプだから。そうね、いや、この赤身やばいって、ね、これで、まあ、塩コショウだけからスパイスつけてもいいし、うん、あ、好きにつけてもいいし、うん、みたいなね。そうね、こっちはちょっとレアっぽい。
こっちはちゃんとミディアムレアっぽい感じになってる ねこの IH 君がどうしても真ん中が火力強いからっていうのもあるかもしれない う,、ね、うわーうまそう。じゃあこれいただいていいんですか。ではお食べ、はい、あったかいうちに食べてください。まずせっかくやからこのまんま、うん、じゃあまずかきますか、赤身の方からいただきます、ね、見てめっちゃいい感じ。うまそう。いただきます。はい、うん、めっジャジューシーで、OG ビーフってさ、うん、ちょっと硬いみたいなさ、うんうん、イメージとかさあるけど、どう。いや、そんなことはない。食べ応えがすごいです。肉肉しい、肉肉しい。でも赤身やからちょっとヘルシー、ね、そうね。じゃあ次はこれ、ちょっとレアっぽくなってますよね、うん、いただきます。はい、あ何それ。これうわ難しいな。え、いつもさ赤身の方がいいって言うやん、うん、こちらうまいですね。今食べた方、うん、赤身じゃない、こっちのサシの入った方、感じの方ね。確かにね、味が違う。あ、違う、うん、分かる。食べて分かる。うわうま。あ、俺どうやろう、こっち好きかもしれんな。どう、焼き方は完璧です。完璧、我ながら。もうケンさんの言う通りにやればこうなると。はい、そういうことです。誰がやってもなるってことよすごいね。不器用おじさんでできるんやから誰でもできる。まあ確かに、これだってお家でもできるからね。うんうんうん。じゃあ牧さんもこれぜひちょっと食べてくださいよ。いただきましょう。うん、うん、うんしか言うてないやん。そっち厚切りやからさ。あ、そう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 、もうほんまにしっかり肉食べてる、うんうん、なんか赤身やから余計ね。そう、ペラペラのさ、うん、肉じゃない、肉食べてるって感じ。わかるわかる、いいよねこれ、うん。こんなんな、なかなか選手。こっち行ってみてくださいよ。こっち行きます。うん、確かに違う、全然。全然違うやろ。もうほんま好みだと思う。うん、確かにこの肉肉しいっていう表現が、うん、合うよね。そう、店さんの言ってることはよくわかる、うん。でもこっちも、うん、なんていうの、油でギトギトしてる、はいはいはい、感じじゃないやろ。ゆったりするとかっていう感じじゃない。うん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 、だから全然ジューシーな感じ、こっちの方がどっちかっていう。あ、そうね、うん、そうね。両方美味しい。美味しいな。ちょっと冷めちゃうから食べましょう。冷めたらすぐ冷めちゃう。そうね。はい、時間は12時34分。今日はここでお休みしたいと思います。また明日。はい、ということでおやすみなさーい。これ使います。どう？うまい。ちょっと温めるだけで、うん、全然違うのね。おいしい。何をとしてるんやろ。これでもう完璧だ。生き返った、生き返った、ポテト生き返った、足生き返った。うまそうだ、めっちゃうまい。うん、生き返ってるよ、うん、揚げたてみたい、うん、いや、いいとこやここ、うん、何回も来たい。あ、うわ、ええ匂い、ハーブの匂いが、ね、別の食べ物みたい、うん、いいね、うん、まさかなこういうの大体な10時とかチェックアウトやから遅くてもなんか11時あちょっとラッキーぐらいだ。そうそう、だから全然慌てんでいいからすごい気楽やわ。そろそろ食べれる。まだ暑い、いや暑い、慣れたから。